はい、今日はしばらくやっていないゲーム、インストールしっぱなしで全く手つけていないゲームとかやっていこうと思って、久しぶりにこのゲーム立ち上げてみた、スタートしてみたよ。お母さんが自分で、息子さんを探していた気がする。遊園地で、え、なんだタコみたいな、あれ八景島にあったかな、あんなような乗り物。たまにこうやって声を聞くことができる。すごいよくできてるな。え、はい、これ速度上げる。え、大丈夫、これこんな手動なの、速度上げる下げるって。人の命を預かっているのでは。あ、でもこんぐらいは出すかな。え、大丈夫。入れない。報告書？アイスピックでその子をシマリス男が何回も刺した。その子の眼球が氷の彫刻にくっついて、あ、自分の手見えるのか、おっかな、誰かいると思ったら、ずんちゃっちゃずんちゃっちゃ。調べたい、調べさせてくれ。 Oh, I remember this. Me and the column.裏切りってやたら言うじゃん。あ、そうだ、道しるべって言ってた。なんだあれ、電気がショートしてるような。こんにちは。ここ入れない。ペーパー、新しい技を身につけた。氷の彫刻を作れるようになった。別人になってない？別人じゃない？これ、中身違う人なんじゃない？いきなり氷の彫刻って作れるようになる？ん？なんだなんだ、なんか思い出している。この主人公の女の人もさ、怪しいじゃん。今さくちゃんが動かしてる息子への愛情がさ、裏切りの上に成り立ってるようなことを言ってた。不倫とかってこと？なんだろう、恐竜。ここは一回も来てないかな。もう全然道わかんなくなっちゃった。あー、え、車のクラッシュって怖くない？ゴーカート。あー、さっき、連動して何か思い出しているね、機械で。乗ればいいんじゃない、これ。あ、乗れないんだ。事故報告書。主人公先生やめてって手術受けてるような場面あったよね。
え、行こうよ。もう超危ないじゃん、こんな遊園地。あ、自分か、びっくりした。赤ちゃんまで記憶が戻ってしまっているぞ。あったら登るよね、階段。真相が知りたい。どういうことだ。観覧車か、次は。でもボルトは緩んだら危ないからね。これもハイスピードにできちゃったりすんのかな。速度を上げる。こんなに上がるの？こんなスピード出る観覧車は危ねえよな。止めてみるか。うわ、怖い。このシマリスの乗れちゃうの？こっからイベントじゃない？